浸水フィルターの商品ラインナップです。丸型が7種類、角型が2種類、非常に豊富なサイズを取り揃えております。浸水コートの効果の実験をしたいと思います。浸水コートのコーティングをされているフィルターの状況です。このように水滴にならないような状態で水が流れ落ちます。浸水コートされたフィルターの状態です。このように完全に水滴が出ない状態で映像もくっきりしております。コートなしの状態はこうなります。ご覧のように水滴が残ってしまいます。浸水コートされてないフィルターの状況です。このように水滴が完全に残ってしまいます。浸水コートのコーティングを復活させるためには紫外線照射装置が有効になります。約4時間の照射で完全に復活します。